皆さんこんにちは。神戸新聞報道部チャンネルです。新型コロナウイルスの感染対策で政府から要請されていた都道府県をまたぐ往来の自粛が全面解除されました。兵庫県の知事は東京など人口密集地については7月9日まで引き続き不要不急の往来自粛を県民に要請しています。有馬温泉など兵庫県内の行楽地や神戸空港、新幹線の新神戸駅では遠出が解禁されたことでようやくにぎわいが戻ってきました。その一方でこの季節熱中症への警戒が必要です。マスクをつけて外を歩いていますと口の周りがジメジメと汗ばんできます。蒸し暑く息苦しい感じです。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため人前でマスクをつけることは新しい生活様式となっていますが、長い外出の自粛で体が暑さに慣れていないこともあり、例年以上に細やかな注意を払わなければなりません。熱中症の患者は例年5月頃から増え始め、7月8月にピークを迎えます。今年の夏の西日本は厳しい暑さが予想されており、特に暑さに弱い高齢者や子ども、障害者らには周囲が十分な目配りをすることが必要です。臨時休校に伴います夏休みの短縮で多くの自治体で子どもたちが猛暑の中を登校することが見込まれています。神戸市では熱中症の予防対策指針で児童や生徒には登下校時、2歳未満の乳幼児には常時それぞれマスクを着用しないように呼びかけています。総務省消防庁によりますと、昨年の5月から9月にかけて熱中症での救急搬送は全国で7万人以上に上りました。搬送者の半数は65歳以上の高齢者ですが、残りは未成年を含む幅広い世代にわたっています。実は熱中症患者の発生場所は住居内が毎年約4割を占めています。今年は新型コロナ対策でのマスク着用や外出を控える巣ごもりで例年に比べて自宅で過ごす人が多くなりそうなことから、若い人でも高齢者と似たような状態が懸念されています。新型コロナ対策で窓を開けて換気をするとなれば、室温の管理も例年以上に難しくなります。冷房を活用して温度を下げることが重要になってきます。マスクに関しましては、政府の専門家会議が提言した新しい生活様式の実践例では、外出時屋内にいるときは症状がなくてもマスクを着用と明記されています。このため環境省や厚生労働省は、屋外で近くの人と2メートル以上の距離を保てるときはマスクを外し、着用する際には負荷のかかる作業や運動を避けることを呼びかけています。新型コロナと暑さ対策をどのように両立していけばいいのか、ユニクロを展開するファーストリテイリングやスポーツ用品メーカーヨネックスなどの大手企業もマスクの新商品開発に参入し、夏の暑さに対応したマスク作りに取り組んでいます。とはいえ、マスクをつけ続けて熱中症になっては元も子もありません。暑さが厳しい折には、人と距離が保てるのであれば躊躇なくマスクを外す、きめ細かな予防策を意識する必要があります。この夏はそんなニューノーマルが求められていると言えそうです。それでは今日はこれで失礼いたします。